パバロつけて。ちょっと待ってね、今つけるよ。パパ。やっほー、キラリンブイ。娘なんです、うちの。娘？やめてよ、なんか恥ずかしくなってくるから。じゃパパってパパって呼ばれんの、なんかもうナチュラルにナチュラルにびっくりするよ。もうなんか当たり前すぎてちょっと今久々に突っ込まれてちょっとびっくりしちゃった。俺もなんかね今パパって言われてこの呼び方がおかしいんだなっていうのを改めて認識したよ。うんうんびっくりしちゃう。パパママママは誰なの？ちょっと考えればわかるだろう。そっか。ああ、そういうことか。ちょっとよく考えたらわかるだろう。それで伝わるのが嫌だわな。まあでも全然ね、なんかいいことだし。ね。今、うん、愛の結晶ってことだもんね。今少子化ですね。いや違う、違うんですよ。事の発端はしばはるカスタムだっけ？何が？なんか大会だったよね、エーペックスのね。いや、わかんないよ。それで、なんか俺とナズちゃんとヒナーノの3人のチーム名がなんか俺アポ一家になったんだよね。その前から言われてたよ、多分俺アポ一家。あ、そっか、その前から言われてて、だったらそのチーム名でいっかっていうあれになったんだっけ、うん、1年以上前から言われてたんじゃないかな。この立つんだ、すごいな。すごいな。もうなんか怖いよな、なんか。なんか怖い。そうだよな。いや、そうだよ。怖い。怖い。いや、その、ちょっと、怖くない、怖くない。ごめんね。全然。怖い。怖いな。怖い。なずなちゃんが怖いみたいな話じゃないから大丈夫。決してね。決してなずなちゃんが怖いみたいな。え？いや、そういうことじゃない。なんか、なずなちゃんが怖いとかじゃないから大丈夫。決してね。ヒナノが怖いってこと？いや、そうじゃないですよ。ナズナちゃんが怖いとかじゃないから大丈夫だよ。そうだよ、パパ。テンポの言い方で笑ってた時だよ、多分。もうそれ、あれですよ。テンポをつけながら、うん、そのボス X 時は、マジでテンポよく打たないと、早くなんないから、効果出ないから。これ効果よくわかんないんだけど、こんだけテンポ好きなのに。フルでチャージして打つと、だん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 速くなってくるんですよ。だから、テンポを打つときは、言わないといけないです、テンポって。テンポって言っとけば、体に染みつくんで。テンポいいっすね、いいっすね。いやでもそれじゃ分かんないです。5発くらい打ったら効力分かるんで。あ、じゃあ5発ですか。テンポあ、早いテンポ早いあ、いいテンポっすね。いいテンポ、ナイステンポ。いいっすよ。めっちゃ早いテンポ。うん、いいっすよ、いいっすよ。どうすか。めっちゃ笑ってない、なんか。めっちゃ笑ってますね。多分こういうの好きよ、彼女。こういうの好きっすよ、多分。なんか、ダメとか言っときながら、一番好きっすから。全然。私、なんか、赤ちゃん同士の会話聞いてるみたい。小学生かな、ほんとに。赤ちゃん喋れないから。そうだよ、そうだね。赤ちゃん喋れないよ。うぜえな、マジで。赤ちゃん、こんなに喋れないよ。うるせえな。赤ちゃんは食べれない。だからうるせえな、赤ちゃんっつってんだろうがよ。もう頭痛いです。ビートルジェット起動。もう行くよ。ママ待って。ママ待って。誰がママ？しょうもねえな、マジで。なんでナズちゃんとのそういうなんか。思い出話っていうか昔話にそれがつきまとうんだろうな、ちょっとセンシティブな。デポアイテンポがちょっと違う言葉に聞こえるっていうので、ただ笑っただけなんだけど。今何て言った。デポアイあれなんだっけ、あれデッドアイズテンポね。デッドアイズテンポね。え、パパだってじゃあジブのテンポしてみてよ。
いいよ、いいよ、もう。ちょ、一回パパやめ。むずいって、むずいってそれ。なんてむずいんだよ。裏で話しててむずいパパって言ってるからね、結構。確かに。え、な、裏パパなんて呼んでるんだ。裏パパ。なんて呼んでんの。裏で呼んでてもパパって言ってるよ。だよね。えぐ。これ営業じゃないから。営業パパじゃないのね。リアルパパなんだね。そうそう。今思ったら配信外でも言われてるわ。うん。じゃあ俺もパパって呼ぼうかな今日。ややこしいし。ダメだよパパって呼ぶ。呼び方ごちゃるとあれやんなんか。みんなのパパ。みんなのパパって言っちゃう。みんなの今日問題そうだけどななんか。今日はとりあえず今日はとりあえずもうみんなのパパっていうことでちょっと。一回その32歳からパパって呼ばれるのはちょっと微妙かもしれないけど一回飲み込んでもらって。どっちかっていうと。どっちかっていうとおじいちゃんのパパっぽいけど。パパっぽくないだろう。パブっぽいって。絶対若い子にお金あげてるって。本当にやめて。違うパパだね。本当にやめて。なんかリアルだからやめてほしい。リアルじゃないからやめて。リアルだもんね。リアル。今そういうのも問題になりやすいから気をつけた方がいいよおじじ。いや問題になりやすいってしてないんで大丈夫ですよ。ほどほどにした方がいいよ。え？え？ほどほどにした方がいいって。ほどほどにしてやってないから。